はい。ラブシオくんたちがケージに入った途端に、ジャン君とポンちゃんはなんかウキウキしてる感じに見えるんだけど、どうなの？遊び始めた。ジャン君。少し運動させようか。この音がする。向こう、あ、音がない。先が先がないね。これはね、食いつくか、こんなちっちゃいの。これね、すごい、シオ君にはすごい食いつきがいいんだけど、他の子にはどうでしょう。本当だ。ケージの中で騒ぎが始まりそう。シオ君取りにくい、ちっちゃいのが楽しいの。そっちの方がいい。そうだね。でも、誘い水中心です。山で遊ばなくて。ポンちゃんが飛びついたんだけど、カメラが向いてない。それはないの。大人はこんなもんなのね。終わり。早っ。おしまい。ポンちゃんは顔が見えないね。Mm-hmm.
ラブくん、そろそろ外に出る時間ですね。明日の今頃はラブくんもシオンくんも、病院の方で去勢手術ということになりました。おめでたいのやらどうなのか分かりませんが、これは仕方のないことです。そして、安全を祈願してパチパチをやらなきゃね。我が家の猫神様、明日ですね、ラブ君とシオン君が、去勢手術に行きます。無事手術が成功してですね、健康な状態で戻ってこれますようによろしくお願いいたします。はい、ジャン君はそろそろだなとやっていつもの監視スタンドというか監視テーブルの上に、さらに上、そこ移動しますか。そこですか。はい、大丈夫でした。はい、ジャン君そこにいるとなでなでできないよ。ポンちゃんはなぜかこのクリスマス用のサンタの靴ですね、ブーツに、これが好きになっちゃったね。ちょっとこのザラザラっとした感じがいいのかな。はい、ごめんごめん、いいですよ、座っててください。はい、ジャン君、おかえり。はい、やっぱりなでなでですね。そうだよね。はい、はい、こっちで。くん、ぽんちゃん、ちょっと遠くなってね、手が届かないんだ、そこだ。尻尾しか使ってないでしょ。はい、あちゃん、あちゃん、こっちおいで。あ、ジャックが移動。
はい、終了ですね、これはね。いいんですか？あ、ポンちゃんがなんかシュリシュリしてる。はい。